というわけで本日は緊急で動画を回しております。とんでもないことが起きました。いやー、ちょっと未だに私も信じれておりませんが、現実にとんでもないこと起きてるんです。何が起きたかと言いますと、あの世界的スーパーロックスターのボンジョビさんから私にメッセージが届きました。よいしょ。はい。いやー、これすごいことですよ。本当にね、未だに信じれてないんですけれども、実際にメッセージ届きました。しかも動画でございまして、僕の名前も呼んでいただいております。いや、これ本当にすごくないですか。いや、普通に筋トレをしてきて、筋肉芸人として活動してきたこの筋肉男に、なんとあの世界的スーパースターのボンジョビさんからメッセージですよ。すごいことになってます。これをね、ぜひ皆さんにも見ていただきたいということで、今日は動画を回させていただいております。皆さんご存知だとは思いますが、ちょっと簡単にボンジョビさんのことについてお話しさせていただきたいと思います。ボンジョビさんはですね、アメリカのロックバンドでいらっしゃって、1984年デビューで、今年なんとデビュー40周年でございます。40周年経っても色褪せない音楽、めちゃくちゃかっこいいです。世界的ヒット曲いっぱいあります。リビオンプレイヤー、ハバナイスデー、バッドメディシン、 I'll be there for you とか、夜明けのランアウェイ、もう言ったらキリがないぐらいめちゃくちゃヒット曲あるんですよ。ロックのね、かっこいい曲ももちろんですけれども、渋いバラードの曲も最高なんですよ。そんなボンジョビさんの曲であります、2000年にリリースされた It's My Life、 こちらはですね、私のもう筋肉芸のテーマ曲と言ってもいいぐらいお世話になっている曲でございます。2000年にリリースされたんですね。その2000年というのは私がデビューした年でもあります。その当時はボディービルのジムでアルバイトしてたんですけれども、そのジムの先輩のボディービルダーが大会に出た時に、フリーポーズで It's My Life の曲をかけてたんですよ。それを見た時に、なんだこのかっこいいポージングはと、そしてなんだこのかっこいい曲はということだったんですよ。で、その方はね、大阪とか関西の当時チャンピオンだったので、会場もドカーンと盛り上がって、これがボディービルの魅力かっていうのをね、未だにね、覚えてますよ。そして、2001年かな、2002年ぐらいですかね、私もですね、お笑いイベントを開いた時に、ボディービル講座というコーナーをやりまして、ボディービルというのはこんな感じですよということで、It's My Lifeをかけて、その先輩のボディービルダーの方のフリーポーズをコピーしたんですよ。そしたらやっぱりお客さんもすごい感動して、ボディービルってこんなにかっこいいの?ということで、すごい皆さんにね、拍手もらったんですよ。それがきっかけで、断るごとに It's My Life をかけさせていただいてポージングしておりました。スパゲティにね、チーズをかけたり、筋肉飴取りゲームと言いまして、カゴの中に飴を入れてね、お客さん一人あげてもらって、それで飴を投げるというね、そういう時にももうボンジョビさんのこの It's My Life を使わせていただいております。もう本当にまさにこの It's My Life がなければ、この筋肉芸、今までやってこれませんでした。改めまして、ありがとうございます。そんな中ですよ、2023年にレコチョクというですね、曲をダウンロードするサイトがありまして、その洋楽ランキングでなんと It's My Life が第1位になったんですよ。それを受けて、去年2023年の12月14日にボンジョビさんが、ヘイキンニ君ということで、 X で僕の X アカウントも貼り付けてもらってコメントしていただいたんですよ。それは僕はリツイートさせてもらったんですけれども、いや、普通のね、筋肉芸人にあのスーパースターの方が、ヘイキンニ君、 Thank you for your support、 It's my life ということで送っていただきました。いや、そのあたりもなんかかっこいいですね。さらっとね、かっこよくやっていただいております。でもすごいことですよね。2000年にリリースした曲が2023年の洋楽のダウンロードランキングでナンバーワンですよ。いや、おそらくね、 BTS さんとかそれ以外にも世界のアーティストの方が曲出されてると思うんですけども、なんとリリースして23年経った2023年に第1位と。これはですね、所属されてるユニバーサルの日本のレーベルの方が言われたんですけども、中山きんに君がいろんなところで It's My Life でポージングをしていただいて、それを今の若い世代の方、いわゆる Z 世代の方がインターネットや SNS を通して知ってもらったと言っていただいたんですよ。これはね、もう非常に嬉しいことでございます。ありがとうございます。さあ、そんな中、なんとボンジョビさんからメッセージ動画をいただいたということで、早速皆さんに見ていただきたいと思いますので、準備しましょう。オープン、ドン。さあ、それではボンジョビさんから届いた私へのメッセージ、皆さんにも見ていただきたいと思います。スタート。Hey, Kenny Kun.
We are Bon Jovi, and thank you again for your love of It's My Life. Now, we are going to ask you to be our special ambassador. Yeah. Your mission, if you choose to accept it, is to spread our music until we come back to Japan. Looking forward to meeting you then. See you then. Arigato. ザー！ いやー、すごい！これ何回見てもめちゃめちゃ興奮します。皆さん聞き取れましたでしょうか？最初にきにくんっていう名前も呼んでもらってるんですよ。いや、こんなことあります？いや、僕もね、2018年の11月でしたかね、東京ドームでボンジョビさんがコンサートをしていただいた時に僕も見に行っております。東京ドーム行きました。その時にね、何万人ものお客さんが入ってる中のただの一人の筋肉男ですよ。記念にね、It's My Life の曲の時はタンクトップになって思い出の写真も撮ったんですけれども、そんなたくさんのお客さんの中、そしてあんなに遠くにいたスーパースターのボンジョビさんたちからのメッセージです。いやー、ちょっとね、この分かりますかね皆さん、このちょっともう何とも言えない気持ちね。24年やらせてもらってますから、じゃあちょっと何て言ったかをですね、ちょっとじっくり解説しながら皆さんにも説明させていただきたいと思いますので、これね、英語の勉強にもなると思いますので、ぜひ勉強もしてみてください。さあ、まずはじゃあここからいきますよ。スタート。 Hey Kinnikun, we are Bon Jovi and thank you again for your love of It's My Life. はい、ここですね。 Hey Kinnikun, we are Bon Jovi and thank you again for your love for It's My Life ということで、きんに君とボンジョビですと、 It's My Life への愛をありがとう。いえいえ、こちらこそありがとうございます。いつも使わせていただいております。はい、そして次のセンテンスいきましょう。続きましては、 Now we are going to ask you to be our special ambassador. ここです。 And we are going to ask you to be our special ambassador. 僕らのスペシャルアンバサダーになってくれないかと、そういうことでございます。はい、続いて言ってみましょうか。ドン。 Your mission, if you choose to accept it, is to spread our music until we come back to Japan. 来ました。はい。ここはですね、 Your mission, if you choose to accept, is to spread our music until we come back to Japan. ということで、もし引き受けてくれるならと、君のミッションは僕らが日本に戻るまでに僕らの音楽を広めてくださいということなんですよ。いや、これまさにアンバサダーですね。はい。そして最後はこちらです。Looking forward to meeting you then. See you then. ありがとう。いやー、すごいですね。ここの最後の一言、これすごいことですよ。Looking forward to meeting you then ということで、その時に会えることを楽しみにしている。すなわち、日本に来た時に会うのを楽しみにしてるよって言ってくれてるんですよ。いや、これまたすごいことでしょう。これ勝手な妄想ですけれども、何かこう日本にね、まあツアーなのか、プロモーションなのか、来日された時に会える可能性があるんですよ。ということですよ、これは。だってアンバサダーもね、言っていただきましたし、それまでしっかりね、ボンジョビさんの音楽広める活動しておけば、日本に来られた時に会う可能性があると。はい。でね、この最後のね、コメントのこの、ジョン・ボンジョビさんが言った後の、この両サイドにいらっしゃる、デイビッド・ブライアンさんと、ティコ・トーレスさんの最後に何て言ったか、これもね、ぜひポイントなんで聞いてください。いきますよ。これです。ドン。Looking forward to meeting you then. See you then. ありがとう。出ました。See you then. その時にまた会おうと。そして、最後、デイビッドさんが、ありがとう。と言っていただいております。いや、嬉しいですね。いや、すごいことでございますね。いや、デビューした時はね、筋肉キャラということで、そんなものすぐ飽きられるよなんて言われておりました。確かに常に厳しい状態でした。しかし、コツ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 とですね、デビューして24年間、同じことではございますが、筋肉を作りながらやり続けてきました。そうしましたら、なんと、その曲 It's My Life を作ったスーパースターのボンジョビさんからメッセージが来てるんです。いや、こんなことってあるんですね。まさにこれは夢が叶った。どころの話ではございません。本当にすごいことです。さらに会えるかもしれないということで言っていただいておりますので、いやー、すごいことが起きましたね。うん、アメリカの方でね、2022年の5月のマッスルビーチでインターナショナルクラシックで出た時に優勝しましたけども、その時のフリーポーズもボンジョビさんの It's My Life で出たんですけれども、その動画もね、見ていただいてたみたいなんですよ。いやー、すごいですね。いや、これどうなるんでしょう、本当に。はい、というわけでおっしゃっていただいたメッセージも今解説させていただきましたので、もう一回それを兼ねて見ていただけたらと思いますので、行きましょう。スタート。
Hey, Kenny Coon. We are Bon Jovi, and thank you again for your love of It's My Life. Now, we are going to ask you to be our special ambassador. Yeah. Your mission, if you choose to accept it, is to spread our music until we come back to Japan. Looking forward to meeting you then. See you then. Arigato. Hi. Yeah. 素晴らしいです。ありがとうございます。はい。あ、でもこれよくよく考えたら、アンバサダーになってくれないかと。もしアンバサダーを引き受けてくれるのならっていうことで言っていただいてますよね。ということでこれはアンサーを返さなければいけません。はい。というわけで、ボンジョビさんへのアンサーを返させていただきたいと思います。Hey, my muscles! Hey, my muscles! Are you really going to be an ambassador?Or not? Which is it? I will do it! パワー！はい！もちろん受けさせていただきたいと思います。はい。いや、一瞬ね、最後ちょっと迷ったんですよ。これだけ言っといて最後やるのかやらないのかどっちなんだいで、やらないが一瞬よぎりました。そういうお笑いはよくありません。もうここはもう真剣にということで引き受けさせていただきたいと思います。さあというわけで早速アンバサダーということで皆さんにお知らせと言いますか、2024年4月24日にレジェンダリーというシングルをリリースされております。こちらね、ドラマの主題歌にもなっておりますので、ぜひとも皆さんチェックしていただきたいと思います。そしてこの時点ではまだ発表されてないこともありますので、ちゃんとユニバーサルさんに確認しまして、概要欄の方にも書かせていただいていることもありますので、チェックのほどよろしくお願いいたします。はい、というわけで今日はですね、とんでもないことが起きたということで、ボンジョビさんからいただいたメッセージ動画公開させていただきました。改めましてありがとうございます。夢は叶うということをね、この筋肉を持って皆さんにもお伝えできたんではないでしょうか。はい。さあというわけで最後はいつも通りこれで締めたいと思いますので、お願いいたします。いきましょう。せーの、パワー。